食堂の開店準備はバッチリだよ。やったー。それじゃあすぐに食堂を始めちゃってください。休ませてあげてよ。探せるお宝が お願いします。あ、違う違う、こっちこっち。調子はいかがですか。素材の採取、スバイド草原島。やったよし。じゃまたさ、なんかさ、僕へめちゃくちゃ増えとったけんさ、スバイド草原島行こうや。え、前さ、なんかいろいろしよったセナック火山島やっけ。そこはなんか、ま、全部駅も開放したし、え、全部駅開放して、砂漠園も全部なかったっけ。もう時間経過でまた出てくるかもしれんけど、行ってきます。良い旅を。よし、じゃあ下に下ろして、あ、ちょい近くに、あれはキラーパンサーかな。あ、てかさ、石碑の報告は誰にしたらいいんやっけ。ちょっと待って。クエストで、旅人クエか？報告みたいなの書いてないけん違うんか。スバイダ草原島、ビーナリア段級とウィンガレーザン。で、ビーナリア段級の石碑を調査した。あ、2個あるんか。次、ウィンガレーザン。なるほど、なるほど。1個だけじゃないんすね。じゃあ、そこに行くか。え、待って。一旦地図見て。スラペコーサ、それはちょっと違うね。え、キラーパンサー。え、待って。じゃあ、ウィンガレーザン、こっちの方に行くか。あ、ここにも駅ある。あっち行ったことないってことか。で、ウィンガレーザンの石碑を調査しよう。ほうほうほう。なるほど。ちょ、待ってね。クエスト。ここか。これ目印つけて進んでいくか。どこですか？どっち方面ですか？あ、もしかして上に2つあったやつかな？え、マジここどこだよ。わかんないんですけど。あ、マジカルハットおる。そう、マジカルハットね、ちょっと早く仲間にしたいんだけど、あれ何のマークがついたん？あ、ネオルってことか？あ、ぽいね、ぽいね。ちょ、ごめんね。くそ。しかし私仲間にしたいんですよ。あ、届いた。やった。届かんかと思った。何歌ってんだ。あ、銀の宝箱。よし。イエーイ。何かはよくわからんけども。やった、レベル上がった。ねえ、あれか？あっちか。なるほど。だいぶ上の方よね。行こうぜ。あれか、駅。あったあったあった。とりあえず駅さえ見つければそこに焚き火があるはず。おそらく焚き火があるはずやけん。ちょうね、回復を。すぐに駅が開放できたらいいんやけど、それは無理やろうけんね。あ、なんかクエストもあるやん。うわー、なんか荒れ果ててる感じだな。めちゃくちゃ。あったよ、駅ボット。宝が欲しいものはおらんか、むにゃむにゃ。え、なに？倒れてるじゃないの。え？なんで倒れてんの？駅が復活するまで、とか店はやってくれんってことか。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。ビリビリキノコ渡せるよ。はい。
ギガンテス？ギガンテスを受け入れとして紹介しよう。ギガンテス強いよね。あの強いやつよね。風切りの草原などって書いてるし。ウィンガレーザン。あ、この先にもおるってこと？で、ブラドクオーツ。あと一個ない。あと一個足りない。とりあえずここで一旦。はい。回復しとこう。疲れた。よしよし。え？びっくりした。誰か味方死んどんかと思った。なんなの？この子死んでんの？あ、話しかけれるっぽい。え？どこ？話しかけるっていうのがチラチラ出てくるんやけど。返事がない。ただの屍のようだ。え？でもさっき喋ってたよ。朝だからってこと？夜になったら喋り出すんかな。うわぁ、そういう感じか。なるほどね。え、でさ、私のつけた印どこなの？あ、もしかして印なくなった？これやんな。ウィンガレーザンの石碑を調査しよう。リトライになったけんなくなったんかな。ここね。目印。んで、どこだ？あっちや。108！ 行こう行こう。よろしくな。飛ばんでもいける感じかな。あー、二段ジャンプが欲しい。マジでさ、その、欲しい技というか、なんというか、あれが多すぎて。え？待って、こっちから行ける？こっちじゃね？欲しい能力が多すぎてさ、え、こっちから行けんのか？あの、連れ歩けるモンスター増やしてほしいんやけど。マジで。マジで。あっちからぐるっといける感じなんかな。とりあえず、行こうぜ。あっちの、下の道じゃなくてこっちやね。大丈夫かぶ？大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないですので、ちょっと気づかれたくないんだけど、行くぞ。こっちからぐるっといける？あそこなんか段々になっとるけん行けそうな感じする。ひー、助けてー。頭上を飛んでいく。え、この辺上がれる？上がれる気がしない。上がれない。上がれないよ。え、上がれないんですけど。待って。え、人間体ならもうちょいなんか、いける？あ、お、いや、いけねえわ。あぶねえ、あぶねえ。ちょ、待って、これでさ、とりあえずあの、え、違う違う。あ、帰れる帰れる。帰ろう。お宝だけ持って帰ろう。ワクワク。イェーイ。あ、ビアンカやん。やった。飾ろう飾ろう。ビアンカの像。120万。138万。活発でしっかり者の宿屋の娘の像。やったー。ちゃんと持ち帰れてよかった。144万。ふぅ。いやー、今ね、なんかあの、3箇所宝物庫3箇所置けるようになったんやけど、アイラと、ま、伝説のビルダーと、これをね、置いとんやけど、ここをちょっと変えよう。ビアンカ、ビアンカ。え、なんならビアンカ真ん中にしてもいいんやけど、まあ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 、これで。これで。あー、かわいい。やった。もう超満足なんだけど、私。新しいことがありそうですよ。弾丸屋か。え、私なんかレシピゲットしたっけ？新しいのあるぜ。また来いよ。え、なんかレシピゲットした？わからない。
でちょっと派遣の方を。我が輩に任せろ。派遣だな。戻っているぞ。よしよし。やっと帰れた。もう大成功。お宝は？そんなもんだ。ただいま。お、ここも大成功やん。お宝は？お、鉄の盾。11万。13万。鉄の板を加工して作られた頑丈な盾。成功だ。まあ、そこまでいいものはそんなゲットできんのかな。行き先はどこだ？はい。いい出発。出発だ。一丁行ってみるか。あと1箇所もさ、あと1分ぐらいで行けそうなんやけど。いい、あ、違う違う違う、派遣先変えよ。行き先はどこだ。ね、じゃあここで。いいのか。あ、完了した。出発だ。一丁行ってみるか。ふう、やっと帰れた。帰ってきた帰ってきた。もう今回全部大成功やったね。よきよき。レナーテの像やってやん。13万。成功だ。機械に詳しい謎の少女の像。ちゃんとこういうお宝も持って帰ってくるんやね。しょぼいのしか持って帰らんのかと思った。行き先はどこだ。ね、直接行くわけじゃないけんしょぼいのしかないんかなって思ったけど、そんなこともなかったね。いいのか。よし、行ってらっしゃい。出発だ。一丁行ってみるか。で、なんかいろいろ素材も手に入ったけど、お、命の石、生命の神秘を宿す不思議な石、玉の作成などに必要な素材。あー、仲間にできるやつとかは別におらなさそうかな。希望者はこちらです。あ、加入可能。ほら、窓加入可能よ。他はミッケ。まあ、とりあえず今回は窓かな。決めましたか。はい。イシシ仲間だぜ。え、ここと入れ替えればいいよね。窓が仲間に加わった。え、ここもあれやろ、滑空できるよね。いいですね。分からんけど、今ドラキュンがレベル19んで、あ、窓滑空できるできる。はい、オッケー。これはね、この子はさ、あ、この子マジカルハットやん。え、加入させよ。決めました。加入させよ。マジカルハット売った。しかも加入できた。やったね。これでやっと食堂ができるんじゃない。いいですね。いや、入れ替えはしないです。さて、よっしゃ、いけるいけるよ。スラペコスラペコスラペコ行こうぜ。じゃあ今回あとスラペコだけちょっと仲間にして戻ってこよう。あれ、どこやったっけ。調子はいかがですか。仲間と一緒にダーシ。お疲れ様でした。あ、これで今回全部できたんじゃない。デイリーで、お宝をゲット。お疲れ様でした。やった。はい、デイリー。お疲れ様でした。完了。やった。イエーイ。キメラの翼助かる。1個使ったし。スラペコってどこやった。あ、これ地図や。スラペコスラペコ、これか。スラペコ、ツバイザ草原島ね。オッケー、行こう。今日はどこでお宝探しするブー。ツバイザ、ツバイザ、場所どの辺かな。この辺でいいんかな。ふう、お、なんか早速、ちょっと待って、どこだ。これか。ってことはこっちの駅、湿原の駅に行けばいいんやな。ちょっと待って。
なんか近くに宝箱あるっぽいけど、じゃあのスラペコメインで行くんで。どこ？ここか。最初のとこでよかったんか。よし、この近くやな。行くぜ。これでやっとあれやんね。これでやっと施設が全部揃うよ。スラペコー、マジカルハット仲間にできたよ。マジカルハット何しに必要やったんやった？あ、人手がんって何やったんやっけ。マジカルハットも働くってこと？食堂で。はい、食堂をやるなら人手がいるわ。あんた働いてくれる子を用意できる？そうね、マジカルハットがいたら役に立ってくれそうだわね。もしかしてマジカルハットを見つけてくれたの？うんうん、ほらマジカルハットのカジマル。ありがとう。この子はもうあれか、自分の手持ちにはできんってことなんか。この子なら食堂で役に立ってくれそうだわ。私はカンパニーがあった島に向かうわね。受付で話を通せばいいのかしら。早く来なさいね。開店の準備は進めておくからさ、あんたも早く来なさいね。了解です。了解です、了解です。おっしゃ、帰ろうぜ。よし、帰ってきたぜ。さあこれでスラペコやってきとる。どうかな、どうかな。でもこのパッと見た感じで施設とかがないのか、なんかね、悲しいよね。新しいことがありそうですよ。でここで見るしかないって感じやろ。新しい施設の追加どうですか。美味しい料理、本部自慢に食堂を。はい、スラペコさんが団員向けの食堂を開くためこちらへやってきてくれましたよ。美味しいものを食べれば団員の皆さんの宝探しもはかどりそうですね。今開店の準備をしてもらってます。そろそろ一息つける頃かと。スラペコさんが戻ってきたみたいです。お、来た来た。やあ、あんたかい。食堂の開店準備はバッチリだよ。やったー。それじゃあすぐに食堂を始めちゃってください。はい、休ませてあげてよ。これからは美味しいものをターンと食べさせてあげるからね。アイラ団の拠点でスラペコ食堂が営業を開始した。よし、オープンしました。どんなメニューがあるのか楽しみですね。スラペコ食堂をご利用の際は私に話しかけてくださいね。ありがとうございます。イエーイ。マヤさん、この拠点もいろんなお店が増えてだいぶ賑やかになってきました。アイラ団もさらに大きくなって団員さんも増えてきましたよね。そろそろ団員寮の空きも増やさないといけないんじゃないかなって思うんです。そこでですね、外にある壊れた建物を直して団員寮にしてみるのはいかがでしょう。よろしくです。もしその気があるならお手伝いしますので、新しい施設の追加を選んでみてください。新しいことがありそうですよ。ほう、またさらに新しい施設の追加。よろしくです。団員寮を建てる資材を集めよう。ヘビーメタル、団員寮を作る仲間を紹介しよう。パワフルな方、ゼーリア氷雪島に住むアイスゴーレム。ほう、なるほどね。他に何か利用されますか。食堂、耳寄り情報だブ。食堂について、食堂では素材から料理を作れるぞ。仲間を強化する料理を手に入れよう。料理のレパートリーを増やすにはお店や宝箱から新しいレシピを入手しよう。効果が高い料理には珍しい素材が必要だ。ふんふん、料理自体も変えるんやね。なるほど。でさ、何が必要なんやったっけ。さて、加入希望者、お仲間の候補です。とりあえずこの辺の子か。アシュリー足りません。オーロラシェイクが1個いるのと、あとトラック。何これ、気持ち悪いものがいっぱいだな。ここはまあ普通のやつもいろいろないんやな。オーロラシェイクは作れる。どうかな。
まあ、作るか買うか。新メニューがあるわよ。オーロラなんやった。オーロラシェイクねえな。じゃあ作る方は、こんだけないやんないやん。くそ、ないよ。またおいで。さて、だって商店いいもの仕入れた。レシピ、ないやん。オーロラシェイク全然ないやん。これさ、この一種類しか覚えれんってこと？こんなにお金出してやばレシピ本なんやけんさ、もっといろんなものを移っとけよ。にゃご飯のレシピ高いねめっちゃ高いね。何事？なんか一個だけ買ってみよう。一個だけ買ってみて。またな。他に何か利用されますか？違う。食堂食堂。で、またな。さて、これで一個増えただけってこと？新メニューがあるわよ。ほんとや、1個増えただけや。あ、でもこのあやかしスカッシュってさっきのあの、何やった、誰やったっけ。またおいで。他に何か、私が多分2人目に選ぼうとしたトラック、応募が来てます。あれはあやかしじゃないんかな。魔除けゼリーやった。全然違うわ全然違うわ。まあ、でもあれか。じゃあこれからまたレシピとかいろいろ集めんといかんわけやね。なるほど。あやかしスカッシュのレシピ。弱体の互い性がアップするシャドウ族の好物料理が食堂で作れる初級のレシピ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、これからは何、団員量もでかくせんかったらこれ以上仲間を増やせんっていう状態になってくるってことか。あと何体仲間にできるんだ。その辺もちょっといまいち把握できてないよね。Hehehe